BTS の作詞作曲に携わり、音楽的才能はもちろん、頭脳明晰で、国連では全英語でスピーチを行うなど、どんな分野でも高いスキルを発揮する RM。 そんな頼れる BTS のリーダー RM が Weverse Live で最近の心境を語ったことが話題に。今回は RM の心境、ファン離れが不安で涙、ソロ活動についてもをお届けします。なんと J-HOPE の次にソロアルバムをリリース予定だと Weverse Live の生配信中に発言し、視聴しているアーミーたちを驚かせた RM。 しかし嬉しい報告も。つかの間、RM が不安を感じていることについても明かし始めたのです。ファンに向け自分の気持ちを素直に話している姿は、彼の人柄の良さが出ているので、ぜひ見てみてくださいね。 J-HOPE の次にソロアルバムを発表する RM。 2022年7月21日にファンコミュニティサイト Weverse の新機能 Weverse Live に姿を現した RM。 所属事務所 HYBE 内にある自身の作業室からの配信でした。すると RM は、公式発表っていうわけではないけど作業がほぼ終わったんです、なのでホビの次に僕のアルバムが出ると思いますと衝撃発言。生配信でソロアルバムについて言及されるとは思っていなかったので、ファンたちも驚きを隠せませんでした。さらに続けて、まだ MV は終わっていないです。前回のソロミックステープモノを2018年までだとすると、今回は2019年からの僕の記録です。と、今回のソロアルバムに込めたコンセプトまでも語っていた RM。 約4年前の2018年にリリースしたミックステープモノは、英国出身のバンド本音、バンドモンのボーカル兼シンガーソングライターイオン、人気バンドネルが参加したことで大きな話題に。 RM のミックステープモノにはBTS の楽曲とはまた違う雰囲気で、青年キムナムジュンを感じることができ、とてもおすすめです。今回の Weverse Live 内で、J-HOPE のソロアルバムについて多く語っており、いい刺激をもらっているようなので、RM のソロも楽しみでなりません。さらに、RM の最新ソロ活動といえば、7月30日に配信された BTS Vlog。動画には、スイスバーゼルで開催されたアートバーゼルへ訪問した様子が映し出されていました。少し前に RM は自身のインスタグラムでオフショットを投稿していたので、ファンたちはてっきりプライベートでアートを楽しむために訪れていたのだと思っていたそう。しかし米国ポッドキャストザ・アートバーゼルに出演するためだったことが後に分かりました。 RM は音楽的才能はもちろんのこと、アートにも精通しているので、他のメンバーとはまた違うソロ活動にも期待できますね。ファン離れが不安で涙もろくなった。ソロアルバムを出すというファンとしては、とても嬉しい報告の後に、RM が最近不安に感じていることを涙目になりながら語り出したのです。10年目になって、あなたたち、アーミーが僕らから離れていきそうで、それが不安。10年にもなってこんなことを考える自分が嫌。とにかく僕らは長く続けたいから、僕らに何があっても会い続けるから、と。こんなにも人気絶頂で J-HOPE のソロ活動でもわかるように、グループであってもソロであっても彼らの人気は止まっていませんが、 RM には不安があったようですね。さらに続けて、ずっと一緒にいたいから、僕らがどんな姿であろうとも、お互いの人生を応援してそれぞれ尊敬し合いながらね、とアーミーとの理想の未来を語っていたシーンも。デビュー9周年にして、これからソロ活動へ力を入れていくと発表した BTS。 グループとしての活動が今までより少なくなると言われ、戸惑うファンの方も多かったことでしょう。しかし一旦ソロ活動が始まると、彼らの新たな一面を見ることができるコンテンツばかりでワクワクしましたよね。さらに釜山への万博誘致の広報大使に就任したりと、
グループ活動も止まっていません。このウィバースライブで涙目で話す RM を見たファンたちは、アーミーたちを信じてね、離れるわけないと彼に変わらず大きな愛を送っていました。普通なら不安に思っていることや辛かったことなどは語りにくいものですが、これらをファンに共有してくれるのが BTS です。今回本音を語っていた姿は RM の誠実さがにじみ出ていましたよね。アーミー思いな RM、 ファンを大切にする姿に好感が持てる BTS メンバー。そのグループをまとめているのはリーダーの RM です。いくら有名になろうとも謙虚な心を持ち、ファンを大切にしようとメンバーたちを諭し導いてきました。 RM といえば今までに数々の名言を残してきており、そのほとんどがファンに向けたメッセージ。彼の思慮深く心温まるメッセージに助けられたアーミーの方も多いと言います。2017年ウィンズツアーのファイナルで、いつか僕たちの存在、音楽、ステージ、写真、映像が皆さんにとってわずかでも痛みが100とすれば、その100を99、98、97にできるなら、それだけで僕たちの存在価値は十分ですとエンディングで語った RM。 またワールドツアー Love Yourself の最終公演でも、僕を利用してください、 BTS を利用して自分自身を愛してください、皆さんが僕に自分自身を愛する方法を教えてくれたことのように、との名言を残していました。ファンの私たちからすると、 BTS という応援している人たちに、あなたたちのおかげで自分を愛することができたと言ってもらえることは、これ以上なく嬉しいことですよね。自分たちの存在しているのはファンがいるからだと自負している RM は、いつもアーミーのことを気にかけてくれており、このような素敵な言葉の数々を私たちに投げかけてくれています。メンバーが伝える RM への感謝。 RM の存在を必要としているのはファンたちだけでなく、一番必要としているのは身近にいる BTS メンバーたちではないでしょうか。 RM のことを尊敬しているメンバーとして有名なのがマンネのジョングクです。ジョングクがビッグヒットエンターテインメントゲンハイブに入社したきっかけは、 RM のラップしている姿がかっこよかったからだということは有名ですよね。また2018年国連に招かれ、流暢な英語でスピーチをした RM。 演説後 SNS を通じて、チョングクは演説している RM 兄さんの後ろ姿はとても大きく見えました、本当にかっこいいと投稿し、後ろから RM へ尊敬の眼差しを送っていたことを明かしました。後にチョングクは海外でのインタビューなどで、 RM 兄さんの助けになれるよう英語を習得したいと言い、今ではアメリカなどでのスピーチを英語で行えるほど上達。彼にとって RM は人生のお手本となっているようです。このように海外での活動において他のメンバーも RM に感謝しており、 RM がいなかったらここまで海外進出はできなかったと思うと口々に言います。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は RM がウィバースライブで涙ぐみながら語った本音や、これから始まるソロ活動についてご紹介しました。待ちに待ったソロアルバムリリースについての話も飛び出し、ファンにとって嬉しい報告もありましたが、それと同時に RM が今抱えている不安を語るシーンも、私たちファンと同じように RM も不安がっていることに胸が熱くなりましたよね。こんなにもファンを思ってくれている RM の姿を見ると、ソロ活動を応援するほかありません。